なんか地獄みたいなところに来たんやけど大丈夫？塔を目指そう。この辺には祠はもうないんかな。なんかこの辺全然雨降りそうな感じせんよね。塔の近くに村がありそうな予感がするんやけどな。ないんかな。なんか日照りがきついな。まあ、塔から見たらわかるかな、村とかどこにあるんか。あそこの塔は、はしごとかで登っていけたらいいんやけど、あ、そこから登れるんか。うんうん。まあね、頑張りゲージ、壁を登って頑張りゲージがなくなってしまうよりは、ちゃんとこういうはしごとか活用していって、ゆっくりでもちゃんと近づいていった方がいいよね。あの辺とかもなんかあるんかな、向こうの方。なんか気になるとこいろいろある。ああ、うん。遅くても確実に登った方がいいと思うから。確実じゃないな。今なんか声聞こえた？なんかさ、動物の鳴き声みたいに聞こえんかった？まあ動物なんかその辺にいっぱいおるけどさ。ゲルド族はあれよね、なんかまあ人っぽい感じのやつよね。あそこはなんなんやろうな、矢倉？あ、てかもうこっから、あー落ちよった、危ねえ。あ、思ったより塔遠いな。お、狼たち、なん、超走ってくるやんお前ら。なんなんそうやって近寄ってきたくせに、そうやってワンじゃねえよ。逃げた逃げた。極上獣肉いいね。あれや、あ、びっくりした、またあいつやん、あの魔法使い的なやつやん。ちょっとあれは避けとこう。あれは避けとこう。ちょっとここ登れるかな、いけそう、いけそうな感じするかな。ちょっと周りぐるっと見てみて、はしごとかそういうのがあるんやったらそこから登ってった方がいいよね。狼はなんか微妙にこっちに向かってこようとするな。この辺の方が低いね。ちょっとうるさいよ狼。極上獣肉になるかお前も。来いよ、人の周りをうろうろしてないで。はい来た、上獣肉だったか。ん、あっこにもなんか、この辺から登るのが一番多分低いかな。ちょ、低そうなところから登っていこう。よいしょ。こういうとこさ、登ってすぐのところに岩ロックがおったりとかさ、なんか強そうなのおったりするんよね。あれ何？リザルフォスか？あ、リザルフォスっぽいね。じゃあやっつけに行こう。あ、なんか雷でバチバチ鳴りよるこいつ。ほら。待って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 。なんかいろいろと落とした。ちょ、お前離れるな、私から。ミファーの祈り。ありがとう。こいつ触れちゃいかんやつかもしや。そういうことではないんかな。月光のナイフを落とした。くそ、こいつ強いぞ。くそ、兵士の両手剣落とした。ちょ待ってね、後で拾うから。後で拾うから、ちょっとその辺散乱しとるけど許してね。水の中で戦ったらこいつあかんやつか。え、私がやっつけたんかと思ったんやけど、何事今の。こいつ自分で感電したの？うわぁ、どこからやろこれ。リトライ。あ、ここからか。ここからってことは、ちょっと私あのリザルフォス避けていくわ。あのリザルフォスちょっと避けていくわ。ん、あっこになんかおるね。あれは？敵？敵かな。あ、モリブリンや。モリブリンなら大丈夫。なるほど、なんか体の色も黄色かったよねあいつ。へえ、怖ー。なんかいろんな属性の敵がおるんやな、ほんと。え、なんか雷をまとってる、
雷をまとったあのやつがいらっしゃるんですけども、感電したあいつ、なんか何気にね、こいつ強そう、若干こいつ強そう。ちょ待って、はい、あー、落ちてく落ちてく、私落ちてく、これ拾えるんじゃない、なんか、あ、ポカポカの実、へー、ポカポカの実ってこんな感じでなっとんや、何あれ、サンダーチュチュとかいうやつかな。ケボカリザルブーメンが壊れた。ちょっと待ってね。次の武器は月光のナイス。落とさないでよ、痛い痛い。ちょっと待って、この辺のさ、壊せるよね、よいしょ。のんきかのんきか。お、キチュチュゼリー。エレキチュチュにそっくりなプルプルした塊。しびれるほどではないが常にビリビリしている。叩くと破裂して周りに電気を発生させる。サンダーチュチュじゃなくてエレキチュチュって意味ね。ふんふん、チュチュって言いにくいな。ちょ待って、ここだよ、へいへい、やっつけた、よし、さあ来いよ。まだか、よし、んで君、うえい、ふう、とりあえずやっつけた。チュチュ程度なら電気でもまあまだマシなんかな。しびれるほどではないって書いとったもんね。なるほどなるほど。んで月光のナイフ、これか、騎士の剣だな。あ、さっき私騎士の剣も落としとった、もしかして。違うよね、あれ、月光のナイフどこ行った？ちゃんと手に入れた？あ、持ってるね。オッケーオッケー。ってことでちょっともらっていきまーす。ふぅ。持ってる武器が強くなってきたけんさ、また集落結構制覇できてきたね。トッパーズゲットー。さあ、この上か、塔は。さすがにこの辺人がおるかなって思ったのに全然人おらんやんね普通になんかモンスターだらけなんですけど。この辺は電気系統のモンスターが多いんか。私の苦手なやつやね、電気系統とか。まあ炎は炎で苦手なんやけど。何やってんの、見張り。え、何あれ、エレキチュチュって何、でかいの小さいのがおるん。ウェイ、落とした。ちょ待ってねありがとう。ミファーの祈り、さっきも使わんかった。死んだけんやり直しとかかな。はいはいはい。もうゾーラン盾とか落とすし。あ、そういうこと。一回攻撃したらあれなんやね、この状態の時に多分やっつければいいんや。あ、なるほどなるほど、掴んだ掴んだ、わかったよわかったよ。兵士の剣で挑もうか。あ、この辺に騎士の剣、まあいっか。じゃあ、あとこの上、オッケーオッケー、いきます。なんかミファーの祈りさ、しょっちゅう発動しよる気がするな。回復結構早いんかな。いける、この上とかにもモンスターおりそうよね。大丈夫か。あ、大丈夫やね。うんうん。何この白いの。なんか読めそうじゃないし。これ石碑じゃないん。あ、全然違うわ。あ、待って待って待って。え？底なし沼ですか？しかも何ここ寒いの？なんか寒いっぽい。どうやってあっこに行こう？何？どうやって行くのこれ。上から飛ぶ、どこかしら、なんかその辺から飛ぶしかないよ。超風吹くやん。あれ何？木箱かな、中になんか入っとる。こういうところに置いとるってことはなんか良さげなもの入ってそうじゃない。木箱ではないのか。これはなんか鉄でできとんかな。
ぽいね。よくわからない。とりあえずここの上に上がっていってみようか。よいしょ。なんかすごい綺麗に切り出されとるけど。風が強いよ。この辺から飛んであそこにしがみつけばいい。よし、頑張れ私。出るときはどうやって、あ、そっか、上から飛べばいいんか、別に。これ逆風か。あ、そこに。え？待って、助けて。うおぉ。荒野の塔。風で近づけないのか、これ。風が止むとかいうことはあるんかな、これから。なんかここ、なんかこうやってさ、常に風吹いてそうなイメージあるけんさ、ずっと吹いとんじゃないかと思うんやけど。なんかちょっと、あの塔行けないのかな？なんか行けんような感じするね。どこかしら、なんか行けそうなとこあるかな？風強っ。なんかね、パラセールがさ、逆風で。あれ何？ね、あれ神獣じゃないってことは、あの辺にどこだ？あれか？あれは何？もしもあれが神獣やとしたら、あそこになんか祠あるね。この辺に村があるんじゃないかなと思ったんやけど。え、村らしきものはないな。あれ何？わかんない。でもこれは多分神獣やと思う。え、村はどこなんだ？村は。村にたどり着きたいよね。でもそんな離れたところにないと思うんやけどな、村。うわ、びっくりした。ねえ、なんかあの、ゾーラの時と同じような感じやと思うよね。復活しないで。ちょっと待って、動けない動けない私が。 OK？ うーん、多分なんか風に強い何かが手に入るんじゃないんかな。この辺からまあ飛んでいくか。どの辺やった？うわ、キリコ見えね。あれか。とりあえずこの辺からなんか飛んでいきよったら見つかるんじゃないかな。ねえ、あの辺なんか行けそうやもんね。ふう、危険。ぶつかりよった。これ行っていい場所なんやろうか。なんか地獄みたいなとこに来たんやけど大丈夫？すっごいなんか地獄みたいなとこ来たんやけど。これ私進んで行っていい場所かな。でも多分ゲルド族のとこよね。あそこにも塔があるの。なんかゾーラの時もそうやったけどさ、そこそこの町に着くのに周りの地理が一切わからん状態で進んでいきよるっていうね。あれなんかおるよね、敵？ん？何これ、ガーディアンの残骸。あ、ガーディアンの残骸やな。調べる。あ、古代の歯車ゲット。なんか下手に近づきよったら何かなんか動き出しそうで怖いけど。え、ここハイラル城の近くじゃないよね別に。うわー、すげえ荒野だな。あ、でもゲルドってこういうところやったっけな。ゲルド族のとこ。あ、ほら、なんか動きよる動きよる。ね、霧がすごいよ。霧がすごすぎるよ。村はどこですか？この辺にないんかな？
何あれ、なんか隕石みたいなの落ちよる。隕石じゃないか、火の粉かな、わからんけど。でもなんか前に誰かがさ、コメント欄でたまに隕石が落ちてくることがみたいな書いてくれとったと思うんやけど、え、ゼルダの話よね、あれ。違うゲームの話じゃないよね。この辺に村あるんかな。あ、ほら、なんか、え、なんかめっちゃ光おらん、あれ。すげえ光おるよね。なんか光の柱立っとるよね。ちょ、あっこ向かって行ってみようか。気になるよね。え、私にしか見えてないわけじゃないやろ、あれ。なんかちょっと不安になってきたけど。え、これって進める？なんか超砂だらけなんやけど、進めるんかな？埋もれたりせん？なんかさっきの。あれは人じゃないよね。人？いや違う、ブロックやね、なんか。お墓みたいに見えるけど違うか。これ砂に飲み込まれたりとかします？とりあえずちょっと。あ、大丈夫大丈夫。でもこういうなんかさ、ちょっと普通と違った感じの地形のとこって、あ、宝箱埋まっとる。こういう地形のとこってさ、なんか変なこと起こりそうというか、なんか、なんて言えばいいん？寒すぎてここから先は進めないとか、なんかそういう感じのことが起こりそうな感じすることない？待って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 ってば。はい、あっちにも宝箱埋まっとる、もしかして。お宝の山か。あ、やった、紫ルピーゲット。ほら、あれもそうよね、多分。とかって近づいていきよったらさ、モンスターやったりとかね。お、宝箱やった、掘り起こすぞ。へい、さあこっちの中身は？オパール、やったやん。ほら、やっぱあれ光り輝きよる。ん？その横のあの赤いやつも塔ではないんか。塔じゃないっぽいね。なんか横からさ、すげえ音がさっきからいっぱい聞こえるんよね。あの、多分きっと確実に神獣であろうものが。うわ、びっくりした。なるほど、敵の存在を忘れていたわ。なんだお前ら、リザルフォスの骨か。ちょ待ってね。あー、エレキースも出てきたよ。はいはい、ちょそっち頭拾わないで、拾わないで。あー、はい。あー、急いで別の体が取りやがった。ちょ、私の武器どこ行った？ゾーラの盾。あ、兵士の剣あったあった。ほらほら、頭の奪い合いしないのよ。はっ、ん、オッケーか。ふう、よし、これでとりあえず素材だけもらってくね。あ、びっくりした、消えたかと思った一瞬。ちょっとこういうとこ周りとか見とかんかったらね、気づいたらなんか村とか通り過ぎとったりしそうやし。あ、めっちゃ暗い。ほら、めっちゃ暗くなってきたけど、あっこだけすげえ輝いとんよ。あ、でももうすぐ夜明け？なんかあれじゃない、朝方になったら、朝方っていうか昼間とかになったら暑すぎて歩けないとかないよね。ん？あれは？何あれ？なんかあるよね。てか旗とかいっぱい立っとんやけど。おお、なに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 ？はい、なんでしょう。なんか怒りに触れました、私。何もしてないつもりなんだけどな。吠えられたよ。来た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 。わ、踏み潰される。これは？ラクダ？バルッタはあれよね。ゾウやったよね。水の神獣。ここなんか、砂漠やし。フタコブラクダじゃない？あれ。ってことは、そろそろちょっと、ゲルド族がちょっと出てくるんじゃないかな。出てこないの？
めっちゃ雷バチバチやる。雷の神獣かな今度。苦手です。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。